さやかです。よろしくお願いします。今日かけられないんだ。ドラえもん来た。完成完成。ごめんね、みんな本当遅れて。大丈夫です。じゃあ小川グランドロッジフィールドさんの、ここのねちょっと紹介をみんなでしていきたいと思います。で早速入り口の近くがゴミ捨て場ね。ゴミ捨て場が、うん、お駐車場か。ここがここはサイトじゃないの。ここは何エリアなんだ。ここペット、そうそうそう、そんな感じ。ペットそんな感じ。そう、こうペット OK ですね。鬼ごっこだからね、これ。ここで11サイト、12サイト貼れるの。この中でタッチできなかったら負けです。ここで12サイト貼れます。ここで12サイト貼れます。ここで12サイト貼れます。すごい。疲れたもん。いや、こっちこっち。ソロキャンパー用のソロテントサイトですね、ここはね。あ、でも池もないのか。もともとはあったのかな。なんか何あれ。あれがサウナになるんだよ。サウナ大好き。やば。サウナネタできるよ。サウナできるの。そうだね。サウナ開発中って書いてある。レインボーのネタもできる。できる。シュール。とても新しいトイレですごく使いやすいキャンプ場になってます。お、綺麗。わー、めっちゃ綺麗。とても綺麗です。洗濯機もついてる。洗濯機もついてます。ドライヤーもついてます。ハンドソープも完備して、ちゃんとね、個室で2ブースあります。綺麗。これがポイントですね。照明もとても綺麗で。結構こだわりました。はい。あなたが作ったんですか。はい。デザイナーさんです。そうです。お湯も出ますね。はい。お湯も出ますね。これ足も洗えるし。犬も洗えるし。こっち網とかね、洗ったり。はい、こちらの水着場もお湯も出ますし、石鹸も完備です。で、オートサイトじゃない人たちはこれを借りれるから、荷物をね、駐車場に置いてこれで運べる。うん。うわー、すごい。あ、薪とか売ってるんだ。広葉樹だ。寒くなったらクリスであって、あ、どっちでいい。そのクリスの、そういうこと、やりたい。だから、あの、当たっても痛くない。いちご狩りできるから。あ、こういちご狩りもできるんですね。このいちごって食べても大丈夫なんですか。はい、あ、いただきます。じゃあ。あ、試食。え、本当だ。いただきます。甘っ。しみる。めっちゃ甘いです。めっちゃ美味しい。車乗り入れ OK で。オートサイト1番2番が広いですね。でその奥でいちご狩りが、さっき食べた美味しいいちごが。お腹が減って力が出ない。お腹が減って力が出ないよ。
じゃあたこ焼きしますか。ってことで気づいたら3人ですが、これでキャンプ場紹介が終わりです。飛んだ。ごめんごめんごめん、ちょっとレンタロー、あの頼むすぐ、あのなんかこれこれありがとう。顔がたこ焼きはやったことある？タコパは結構します。おー、じゃあ全然大丈夫。寝ちゃいます。うわー、美味しそう。食材まーす。うまっ。おー、行くね。おー、行くなー。やばいよ、それ。大丈夫かな。これがロシアンルーレットです。クロスちゃんは普段料理するの？たまにですかね。人並みぐらいだと思います。すごい得意ではないです。得意料理してそう。得意料理、麻婆豆腐。おー、えー、うん、すごい。あの、麻婆豆腐の素使わないで、ちゃんと調味料合わせて作ります。すごい、作るの？それ、ちゃんとやってるじゃん。なんかめっちゃおとなしくない？わさびが入ってるんですか？ロシアンたこ焼き消えちゃったかも。いい匂いする。もいちゃん、やば、うまそう。そうだね、やばいですね、うん、なんかいい感じに丸くなった。ちょっとこれだけ。うまい。もう一番近いの。絶対食べたくないんだけど、どうしよう。結構想像の5倍ぐらい食べたくない。え、そんなに入れた？マジ結構入れました。結構入れた。ゆるるるるぐらい入れました。あ、しかもそうだ、おいしい。いただきます。いただきます、うん、ソフェフだ。あ、こ誰も大丈夫なのね。大丈夫だ。うん。うまっ。なんか全員が映るちょうどいいところ欲しいな。ああ。嘘でしょ。え？嘘。え、俺かな、これ。え、それじゃなかったとしたらじゃない？逆に。いや、これは。え？タコ入ってた？タコ入ってないと思う。このまさかの山田さんでした。済んだ。そう、うん、じゃあこのネギがもうわさびに見えてこなかった。指切りそう。ミスターが切ってくれてます。いくね、結構いく、うわ、臭いな、これ。これやばいな。これ食べないと責めないであげて。山田さんに当たりますように。やります。え、やりたい。ちょっと待って、でもちょっと最低限までいくわ。できますよ。ちょっと待って、見てらんないから。ミスターが作りました。パターンのやってもらっちゃいました。やりました。ミサキのたこ焼き、ね、取って。じゃあここかな。それじゃない、それじゃない、それじゃない。あ、これ取って。いただきます。あ、熱々かも。あっ、こあっこ。食べてない。私抜けてたとか。
で正解です。はい、正解出た。あ、正解出た。じゃあもうやらなくていいか。ありがとうございました。正解分かったから。正解が出たからもういいか。熱いし辛いし臭いし。美味しいです。美味しい。これ山田さんリアクションリベンジできたね。さっきまでクソつまんなかったから。